三淵嘉子の生涯後編。三淵嘉子さんは NHK 連続テレビ小説第110作目虎に翼のヒロインのモデルです。この動画は朝ドラ虎に翼が始まる前に三淵嘉子さんに関する文献を調べ、史実に忠実に作成した前編の続編となります。後編だけでも楽しめますが、すべてをご覧いただくためにはこのチャンネル人間万事塞翁が馬の三淵嘉子の生涯前編を先にご覧いただくと良いでしょう。今回は後編となります。戦後 GHQ によって日本国憲法が改正され、法律も大きく変わりました。三淵嘉子さんは日本の家庭裁判所の母とも呼ばれ、日本の放送界に大きな功績を残しました。NHK の朝ドラはフィクションなので多少の違いはありますが、物語の大筋は変わりませんので、両方をご覧いただけるとよろしいかと思います。前編は太平洋戦争中までの内容でしたが、後編は終戦後の新しい時代に入ります。 NHK では伊藤沙莉さんが主演を務め、素晴らしい物語となっています。また冒頭の主題歌さようならまたいつかは米津玄師さんによるもので、何度聴いても飽きない素晴らしい音楽です。どうぞこちらも最後までごゆっくりとご覧ください。昭和20年8月15日終戦の日、三淵嘉子は疎開先福島の農家での一室で玉音放送を聞きます。戦争がようやく終わったという安堵感と敗戦の悔しさが入り混じり、複雑な感情が彼女を包み込みます。昭和21年11月3日、新しい日本国憲法が公布。ちなみに施行は翌年、昭和22年5月3日。特に第14条の、すべての国民は法の下で平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地による政治的、経済的または社会的な差別を受けない、という部分を読んで、彼女の進むべき道が明確になります。嘉子は、よし、裁判官になろう、と心に決めたのです。家族と共に過ごした戦時中、昭和16年11月16日、嘉子は書生として、武藤家に長いこといた和田義雄と結婚。昭和18年1月1日には長男義武が生まれますが、幸せな生活もつかの間、戦争は彼女とその家族に容赦ない試練を与えます。昭和19年6月、夫、義雄が召集されるが、以前に六膜炎の跡があり、召集を解除され、束の間の幸せ。しかし翌年1月また召集されます。もう戦争の末期です。結局はその六膜炎が原因で義雄も亡くなってしまいます。昭和19年、嘉子が暮らす東京、麻布の借家は軍の命令で強制的に解体され、嘉子は息子と共に実家の高木町へ移りますが、この家も間もなく空襲で焼失してしまいます。東京の空襲が激しくなり、嘉子と息子義武、そして弟一郎の妻義音は、生まれたばかりの赤ん坊を連れ、知人を頼って福島の農家に疎開します。ここで嘉子たちは小さな一室での生活を余儀なくされ、ランプの光の下で新たな生活を送ります。日々は畑仕事や田んぼでの農作業と食料を確保するために毎日が戦い、両親は台湾銀行を辞め、会社を経営していた父の横浜工場従業員宿舎に移り住みました。戦争とその影響、戦争がもたらしたこの全ての苦しみは言葉に言い尽くせません。太平洋戦争中の日本人の平均寿命は信じられないことに31歳にまで下がっていました。これに対し100年前の平均寿命は40歳だったとされています。戦争は多くの人々の生涯を奪い、無数の悲劇を生み出しました。今の日本の平均寿命は男性約81歳、女性約87歳で世界一です。悲しみの中で迎えた終戦後、嘉子とその家族は終戦を挟んでわずか3年間に4回もの葬式を出します。最初に彼女の弟一郎が戦死、次に夫和田義雄は戦後日本に戻るものの長崎の病院でこの世を去ります。昭和22年には嘉子の母信が脳一血で急死、その9ヶ月後には父貞夫も肝硬変で亡くなります。
よし子は自立を余儀なくされます。夫や両親の死に直面し、経済的自立の必要性を痛感したよし子は、自分が家族の生活を支えるという新たな決意を固めます。昭和22年3月、男女平等が進む新時代に女性も司法官として活躍すべきだとの信念を持ち、よし子は裁判官採用願いを司法省に提出します。これは日本の司法史における新たな一歩となる行動です。しかしその道は容易ではありません。女性が司法官、ましてや公務員として採用される先例はなく、多くの障壁がよし子の前に立ちはだかります。それでも彼女の情熱と決意は次第に認められ、東京高訴院長坂野千里から司法省での勉強を勧められ、よし子は昭和22年6月司法省民事部に配属されます。民法や家事審判法の立法作業に携わることとなります。坂野との面接は当時の司法省人事課長石田和人の依頼によるもので、石田は後に第5代最高裁判所長官となる人物です。そうです、ドラマ虎に翼では桂葉藤一郎です。よし子は法律上の女性の地位を改善するため、最高裁の立ち上げに伴い親族法、相続法、家事審判所の問題などに積極的に取り組みました。戦前の民法が女性に強いていた惨めな地位に対する強い憤りを胸に、新しい時代の法改正へと尽力します。当時民法調査室では GHQ とともに民法の改正案を審議しており、よし子が初めてその改正案を目にした時、その内容のあまりの素晴らしさに夢のような感動を覚えた一方で、完璧なまでに男女平等が推し進められているため、女性には厳しい自覚と責任が求められることに、果たして日本の女性たちが応えることができるのかという不安も感じていました。職場では性別による不愉快な思いをすることなく、リベラルな同僚たちに囲まれ、仕事を通じて指導教育され成長します。よし子はこの経験に深い感謝の意を表しています。同年11月、彼女は明治女子専門学校の教授としてもその才能を発揮し始めたのです。日本で2番目の女性裁判官誕生と初の女性裁判所長。昭和24年の夏、三淵よし子は新たな歴史を刻みました。東京地裁民事部の判事補として任用され、女性裁判官としては日本で2番目にその名を連ねたのです。この先駆的な採用は、女性が司法の世界で確固たる地位を築き始めたことを示しています。よし子はアメリカの家庭裁判所を視察するため約6ヶ月間を海外で過ごし、帰国後の昭和27年には名古屋地裁で日本で2番目の女性判事として活躍します。その後東京地裁同家裁へと移り、民事裁判や少年審判を担当しました。男女が差別される時代に育った彼女は、女性が実績を上げて社会を納得させることの重要性を強調しながら執務に励みます。三淵よし子のエピソードと実績の一部。原爆裁判。三淵よし子は東京地裁時代に裁判長古関俊政、判事高桑明と共に原爆裁判を担当しました。原爆裁判とは、昭和30年4月、広島の下田隆一氏など3名が国を相手として東京地裁に損害賠償とアメリカの原爆投下を国際法違反とすることを求めて訴訟を提起しました。東京地方裁判所は昭和38年12月7日、広島、長崎両市に対する原子爆弾による爆撃は無謀主都市に対する無差別爆撃として、当時の国際法から見て違法な戦闘行為であると解するのが相当である。原子爆弾のもたらす苦痛は毒ガス以上のものといっても過言ではなく、このような残虐な爆弾を投下した行為は不必要な苦痛を与えてはならないという戦争法の基本原則に違反しているということができよう。国家は自らの権限と責任において開始した戦争により、多くの人々を死に導き、障害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである。しかもその被害の甚大なことは到底一般戦災者の非ではない。被告がこれに鑑み十分な救済策を取るべきことは多言を要しないであろう。
それは立法府及び内閣の責務である。本訴訟を見るにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられないとし、米軍の広島、長崎への原爆投下は国際法に違反すると判決した。東京地裁判事時代の事件。東京地裁判事時代、よしこが民事事件を審理していた際、法廷外の廊下で当事者による刃物での襲撃がありました。幸いよしこは無傷でしたが、女性判事の審理の不手際が原因ではとの無根拠な風評を恐れ、情けないと感じていたといいます。新潟火災時代の雪雨。新潟火災で所長を務めつつ少年事件の審判も担当していたよしこは、その心のこもった雪雨で調査官たちを感動させています。事件を起こした少年やその保護者もよしこの言葉に涙を流していたといいます。裁判官の歓迎会での出来事。東京地方裁判所の新しい裁判官の歓迎会の日、新人裁判官の一人、井口真紀郎が体調を崩しました。この時、よしこが支え、自宅近くまで送り届けています。通常なら、近くの男性を呼び止め助けを求めるのが多い中、自ら積極的に助けるよしこの行動は、波の人とは違う強さを示しています。井口は後に、三淵さんの温かい気遣いと支えのぬくもりは忘れられないと述べています。三淵健太郎との再婚。昭和31年、よしこは8歳年上の三淵健太郎と再婚します。健太郎は当時最高裁の調査官であり、前妻との間に4人の子供がおり、前妻は1年前に亡くなっています。写真からもわかる通り、健太郎は非常にハンサムな人物です。結婚してから気づいたのですが、彼は典型的な共済家でした。通常、共済家とは男性が妻を深く愛している証拠とされます。よしこの父、最初の夫よしお、そして健太郎も全員が共済家でした。多くの人が疑問に思うかもしれませんが、彼らにとっては非常に居心地の良い関係でした。ということはよしこも、よしこの母も素晴らしい女性だったのでしょうね。健太郎はよしこに非常に甘い一方で、長女仲は母の死後わずか1年での再婚に複雑な感情を抱え、時にはよしこと言い争いもしています。それもまた人間らしいやりとりで家族の絆を感じさせるものです。また、夫婦が共に裁判官であることから、2人とも転勤が頻繁にあり、それも新鮮な2人の関係を保つのに役立っています。振り返るとその家庭は多くの波乱に見舞われながらも幸せな家族です。よしこは家庭と仕事の両面で新たな章を開きました。彼女は明治大学でも教授として教鞭を取り続け、1972年には女性としては初めて裁判所長、新潟家庭裁判所長に就任します。そして家庭裁判所の母とも称されるようになります。その後、浦和家裁所長、横浜家裁所長として務め、1979年11月に定年退官します。所長としての彼女の取り組みは、家庭問題に対する深い洞察と、法廷を人間らしい空間に変えるための努力が反映されています。横浜家裁では、調停室を改装し、壁には明るい色を塗り、絵をかけ、カーテンを新調し、廊下では静かな音楽を流しました。これらの変更は、家庭問題に直面する人々の心を和らげることを目的としています。女性ならではの細やかな気遣いですね。退官後も、法制審議会民法部会委員や日本婦人法律家協会会長など、多くの要職を歴任し、弁護士としても活躍します。よしこは、学生たちに対して人間らしく生きていこうというメッセージを残し、エリート意識ではなく、自立と人間性を大切にすることの重要性を説きました。昭和59年に69歳でこの世を去りましたが、彼女の生涯は、法律界における女性の地位向上に貢献した不朽の遺産として、今も多くの人々に影響を与え続けています。葬儀と告別式には約2000人が訪れ、三淵よしこという一人の女性が社会に残した深い足跡を称えました。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。